イクイノックスとアーモンドアイが種付け計15巻、究極の40億円ベビー誕生。に対するみんなの反応。夢の配合、ノーザンファーム吉田勝美代表がイクイ×アーモンドの配合に言及、つけざるを得ないでしょう。吉田代表は、二頭をつけざるを得ないでしょう。ずらりとつけますよ。いい馬の候補はいっぱいいますから。引退式で、これだけの人たちに囲まれたのにおとなしいのには驚きました。1分55秒2で走った天皇賞秋もすごかったですし、ドバイも尋常じゃなかった。去年の天皇賞秋も、全部すごかったですからね。世界中からオファーが来ますよ。サンデーサイレンスの血を世界が求めている。いい馬が出て、次に繋がる。こういうのが楽しいですよね。頂点のまま引退するというのが大事なんですと笑顔を振りまいた。当たり前。3年はつけると思うぞ。ブラックタイドが繋がるのか。一口いくら行くか興味深い。シルクのそして日本競馬の決勝だよな。4年連続でつけてやグルーブやシーザリオ並みに血を広げてほしい。エピモンドアイ、モーモンドアイ、キタモンドアイ、イクモンドアイ、予定。俺はモーモンドアイに期待してる。15巻ベイベイの誕生か。桜爆心王、ロードカナロア、キングヘイロー。短距離最強か？母父キングヘイロー。母方には桜爆心王、トニービンが。絶対的なスピード、世界のな品系、不中の鬼。ワクワクするような血統の最高峰。思えばアーモンドアイもイクイノックスもとても良い名前だったなぁ。3区のネーミングも期待したいね。結局何を受け継げるかだよね。下手したらイクイノックス譲りの体質の弱さで良さが全て潰れるかもだし、どっちかの強い形質がもう片方の弱い優勢形質で上書きされるかもしれない。両親の G1 制覇合計数だと最多なのは誰なんだろう。G1 勝利に限定すれば、パッと思いついたのはジェラルディーナ？ディープ×ゴリラ牝馬で探してけばもっと見つかるかも。日本だとアーモンドアイと北サンブラックの子が来年無事生まれたら16巻で最多かな？ウォッカとフランケルの子、谷のフランケルが17巻だった。18巻もいるっぽい。もうわからん。結論、オーケーアイってもんじゃない。多かった結果、適正まんべんなく持ってて迷走したキングヘイローという実例。さすがに海外入れたら収集つかんわ。お重長さんがアーモンドアイとこう残せれば、9巻馬同士で18巻馬ベイビーになる。ただ難しいだろうな。お重ステゴの血を残していきたい長山オーナーは前向きだけど、アモアイ陣営は難色を示しそう。つけざるを得ない。そんないやいやつけるみたいな言い方。ちょうどここに最強ボバ&ヒンバが、もうこれはもうやるっけないっしょ。みたいなノリだと思ってる。競馬ファンだって過半はイクイノックス引退時点でそうすると思っていただろうし。ルメが引退式のインタビューで3区を期待してるって言ったから、それに答えていったんだぞ。別にいやいやではないが、仮にそうだったとしてもやるしかない、ぐらいの必然性があるってことだよ。ニッコニコのウッキウキで、いやあ、やらなきゃいけないでしょうねーって言ったりするだろ。セールに出せんからな。シルクで募集せざるを得ない。5億募集にしても満口になりそうだが。そんないやいや募集するみたいな言い方。ループって怖くね？これでも走らない可能性も全然あるのが怖いっすね。でもめっちゃ走って最多 G1 勝利と最多獲得賞金更新してほしい。優秀だと引退早くなるし、北三三区がうじゃうじゃいるから飛び抜けた才能ってわけにもいかないし、アモアイの9冠は1000馬にしか更新できないのでは？そりゃ逆にやらなきゃ競馬関係者やクラブ会員から非難号々だろうしな。やらない理由が見つからないレベル。ヘイローのクロスがどう出るかが気になる程度で、イクイ×アモアイは実に見事な配合だから、やらない理由がない。マルカンベイビーといえば真っ先にメジロリベイラを思い出すな。今見ても夢の配合だな。二人とも3期最終回で登場を待ちしてますよ。イクイノックスとアーモンドアイの出走レース結構被ってるから、相性二重丸設定で頼む。ルメールは騎乗するまで引退できないねー。カナロアと爆心王の血が融合するのか。高
高松宮記念買ったファストフォースくんがもういるんやで。ボバ限定で父カナロア×母の父爆心王が異常なレベルで走ってるスーパーニックスなんよ。ロードカナロア×母の父桜爆心王。23年12月現在、13頭中10頭が勝ち馬、なんと8頭がオープン馬。ファストフォース、高松宮記念。DM 特急、カペラ S。キルロード、OP2 勝。ペプチドバンブー、名鉄杯。サイクロトロン、クラスター C2 着。杉のボルケーノ、4勝。里のレイブ、4勝。サンキューユーガ、CBC 勝2着。どの馬にも言えることだけど、いろんな影響力の強い血が混じっていて、そのどれが爆発するか想像するのも楽しいね。アーモンドアイってお牝馬3冠、コバ G1 勝ちまくってるのに、ボーゴリラみたいにゴリラとか言われないん。ジェンティルドンナがゴリラ言われる理由の一つは、コバになってからは牝馬限定戦を全く走らずあの成績なところにある。しかもほとんどが2400前後の、牝馬としては長めの距離で勝ってんだよなあいつ。単純に牝限だと距離足りてないから出てないんよな。エリジョはともかくビクトリアマイルは明らかに距離短いしな。スターズオンアースも今年ビクトリアマイル出てなかったら、第2のゴリラコースだったかもしれん。というかビクトリアマイルにはマイルスペシャリストゴリラが2頭いたんで勝てなかったわけだけど。アーモンドアイは3冠馬をもひるませる必殺タックルとかしないだろうからな。アイちゃんは名前が可愛いから。アイちゃんは目がクリクリしてて可愛いのよ。気性も穏やかで人懐っこいし。まるでどんなが目つき怖くて気性荒いみたいな。走ることに関しては調教だろうと全力だから、スケジュール管理に苦労したとか。そらゴリラの元ネタが猿、安城とのタックルだし。なんだかわかんないけど、4、5年後くらいの凱旋門賞が楽しみ。ボバなら凱旋門出る前に引退させるだろうし、牝馬は凱旋門出ないでしょ。スルセはだいぶレアケース。北三ブラックの3区も1800前後傾向が強い感じだからなぁ。牝系で距離伸ばせる感じはあるけど、イクイノックスの守護馬としての傾向は1800前後と予想する。で、アーモンドアイは血統で言えばゴリゴリの1800前後なんでまあそらそうよってなりそう。イクイノックス、マジでほとんどの牝馬とかけられるのすごい。アーモンドアイだってソダシだってリバティだっていけるやん。ブラックタイド様々なんやが。長生きしておくれ。ほんとこれ。3区の活躍はたくさん見たいけど、多くの優秀な守護馬が比較的創生気味だから、競馬界の司法をすりつぶすような使い方はしないでほしい。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。